ヤッホー、くるみです。リリーです。はい、はい、くるみ&リリーズファッションライフ、今日も始まりました。イエーイ。突然ですが、お二人、夏といえば暑い暑いです、夏は。暑いです、ね、だからアイスも食べたくなります。で、結構、あ、チョコ、あ、チョコ、パルムが好きです。あ、バニラ、バニラ、バニラあとプール、海、川、肌見せ、肌見せ、さすがファッション。もう一つ欠かせないものがありますよね。ありますよね。ね、白 T です。イエーイ。で、今日はその夏によく着る白 T をテーマに、どういう合わせ方とかおすすめの白 T、ロゴ T、ロゴ T、 白 T、ロゴ T、プリント T の3つをそれぞれ紹介していきたいと思います、はい。おしゃれに見えるような着こなし方だったり、 T シャツもおしゃれなのを紹介していきたいと思います、はい。それではどうぞ。はい、ではまず私からシンプルの白 T の紹介します。じゃん。ユニクロのリブクロップド T です。結構タイトなんで女性らしく見えるかなっていうので、これ選びました。で、それに合わせたのがちょっとかっこいい系のパンツにヒールです。ここでも女性らしさをちょっと出してみました。で、すっごい生地感が気持ちくて軽いです。これはサイズ M なんですけど、丈が短めでちょっとお腹見える感じだから、 S にしたらもうちょっとピタッとなるんじゃないですかね。こんな感じです。ピタッと、結構おすすめです。夏でお腹出して行ってみたらどうでしょう。はい、次にリリーのシンプルティーを紹介したいと思います。今着用してるのはユニクロのクルーネックティーでございます。こんな感じです。こちらは私は M サイズを購入しました。これは去年買ったんですけど、今年もいっぱい着たいなと思ってて、で、これ本当に形が綺麗で、メンズもレディースもいけるユニセックスサイズなんですけど、ちょっと固めっていうか厚地で固めな素材なんですけど、洗っても形が崩れなくて、で、しかもこうインナーが透けたりとかそういう心配もないので、すごいおすすめです。これもめっちゃ着てて、めっちゃ洗ってるけど、本当にもうなんか買ったまんまの形をしております。いろんなカラーがあったので、ちょっとなんか他のカラーもゲットしたいなって今年は思ってます。じゃーん。はい、全身のコーディネートはこんな感じで、シンプルにデニムと合わせてみました。で、このデニムは切り返しがついてるので、シンプルなコーディネートだけど、なんかちょっとおしゃれな感じになります。で、これもユニクロのデニムで、 JW アンダーソンとのコラボです。ここにロゴが入ってて可愛いです。で、足元は黒でマーチンです。これちょっとなんかスウェードっていうかマットな感じでめっちゃ可愛いです。で、キャップは韓国のタイプサービスというブランドのキャップです。これもいろんな色があって可愛かった。こんな感じです。はい、次はワンポイントティーを紹介します。じゃん。見たことある人はいるかもしれない、私がルックをやらせていただいたバームとオリエンスの
コラボの T シャツです。これは友達のあややんが作りました。いや、 T シャツの推しポイントはまずロゴが本当に可愛い。天才なんで作ってる方が後ろも可愛いです。こんな感じで、これ色が他にもあって3色かなあるので、ぜひチェックしてみてください。合わせは黒のパンツに緑なんで同じ緑合わせてマッチンって感じです。でちょっとね、夏っぽくこういうアクセサリーなんかつけちゃったりして、シルバーで耳も揃えちゃったりしてって感じです。じゃあこちらは、リリーのワンポイントティーでございます。じゃーん、こんな感じの T シャツでございます。これは、韓国の、ロラロラっていうブランドで、日本だと A ランドで取り扱ってるそうです。こちらのワンポイントティー、本当にシンプルに黒のワンポイントロゴが入った T シャツです。でなんか結構ロラロラって女の子らしいイメージがあったんですけど、ガーリーなアイテムとかが多かったので、でもなんかこういうシンプルな T シャツ出すんだと思って、ちょっと今年意外で可愛いなと思いました。で、コーディネートはこんな感じです。今結構ミニ丈が流行ってるので、ミニ丈のボトムと合わせてちょっとロラロラっぽい、ロラロラっぽいけどカジュアルな感じのコーディネートにしてみました。結構透け感がある感じですか？あー、でも透け感っていうか、なんかなんだろう、めっちゃ透けるわけじゃないけど、こう夏っぽいいい加減の透け感でなんか薄いから着やすいっていうのはすごいあると思います。形もカチュリしてないから、こうゆるっと着れる、着やすい素材だし、すごいおすすめです。はい、次はプリントティーの紹介をします。フルーツオブザルームの T シャツです。後ろめっちゃ可愛くないですか？水着着てる女性が海に浮かんでます。前もね、すごい可愛いです。はい、で、合わせはなんか後ろがこういう海背景で、あ、夏だなってことで明るい色を合わせたいと買ったので、この黄色のそうトップスを合わせました。セカンドスキンを合わせてみました。まあ、アクセはゴールドでもシルバーでも合いそうだけど、今回はシルバーにしました。これは GVGV のアクセサリーです。で、この後ろのプリント見た時に、あ、これはデニム合わせたいなって思ったんで、デニムに合わせました。靴は同じマウンチンです。白スニーカーとか絶対合います。なんかピチってしてるのも可愛いけど、ダボってしてる方が私いけるかもしれない。いや、マジで後ろが可愛いんですよ。後ろ姿もおしゃれになれます。いや、マジおしゃれ、結構鮮やかに仕上がってます。はい、最後にプリントティーを紹介したいと思います。はい、こちらを紹介します。これは韓国のあのスカルプターっていうブランドの、ミニティー、ミニ丈の T シャツでございます。こんな感じでピタッとしてて、こうなんかスカルプターのなんかこのシーズンのテーマっていうか雰囲気がちょっとナインティーズのなんかギャルっぽいっていうか、まあ、Y2K と か、 なんかそういう雰囲気でめっちゃ可愛いと思って、なんかちょっとアジアンっぽいデザインっていうか、そういうのが可愛いなと思って、でぴったり本当にしてて、後ろもめっちゃ本当に
綺麗に見える T シャツです。伸縮性があって体に自然にどんなに動いても大丈夫で体にちゃんとフィットするので、なんか細身や面白そうだなって思います。コーディネートはずっと履いてみたかったカーゴパンツを合わせて、もうなんかまさに Y2K っぽい感じにしてみました。こんな感じでピタッとしてるのでね、ちょっと下はローライズでデータボットさせたのがポイントです。はい、じゃあ白 T6 枚紹介し終わりました。イエーイ。どうでしたか どうでしたか。そのシンプルな T シャツの方は、うん、まあ、普段から去年とかぐらいからずっと愛用してるのを紹介したんですけど、やっぱりなんか今年もいっぱい着たいなと思って。間違いないし、紹介したいのもっとある、うん、なんかシンプルなのはお互いユニクロで被ってて、うんうん、ロゴもプリントもすごい可愛かった。このプリントのやつめっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛い。やっぱ可愛いよね。うん、イエイイエイそうで、実はもう一つ紹介したいものがございまして、うん、私たちあのファミマのファミリーマート、あのコンビニの、はい、T シャツがすっごい気になってまして、で今日はそれも最後にレビューしていきたいと思います。イエーイ。はい、じゃーん、いっぱい降りてきた。じゃーん私買ったことありまして、ああ変だ買ったことありまして、これサイズも何サイズかあって、あ、そうなんだ。これはちなみに S サイズを準備しましたじゃんじゃん、はい、お名前は何ですか。お名前はアウター T シャツ。アウター T シャツ、いやもうファミマとかそこら辺にあるから、はい、あ、塩 T 必要って思ったら、ね、買おうみたいな、ちょっとなんか汚れちゃったとか。そうそう、こんな感じでございます。なんか S サイズだけどちょっと大きめ、大きめなのかな、うん、まあでもユニセックスだからか。確かにね、ちょっと大きめ。 XL とかワンピースワンピースだもんね。でも可愛いね、うん、1枚できても、うん、こんな感じで。でも結構しっかりしてる、うん、990円と思えない感じで、やや透け感があるのかな、うん、だからなんか夏めっちゃ暑い日とかはなんかいいかもしれない、うん、そうそうそう、え、めっちゃいいよね、うん、生地感めっちゃ好き。柔らかい感じ、うん、柔らかい。厚手でもなく、うん、めっちゃなんかペラペラっていうか薄い感じでもなく、ほんとなんかちょうどいい感じ。何枚あってもいいタイプ。形も綺麗、なんか首の部分しっかりしてるんですよね。そうそうそう、え、しかも洗濯してもいい感じでした。あと売り方可愛いよね、なんか、うん、やっぱり T シャツ、アウター T シャツくるみ、アウター T シャツ売ってまーすそう、これはありですか。ありです、ありですか、うん、では今回の動画も見てくださりありがとうございました。ありがとうございました。次はなんだろうね、なんだろうね今年の夏この T シャツを皆さんたくさん参考にして着ていただけると嬉しいです、はい、次の企画も楽しみにしてください。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメントも企画もなんかこういうのが見たいとかリクエストそうとかあったら教えてください。待ってます。それでは以上でくるみ&リリースファッションライフでした。バイバーイ。バイバーイ。